チェーンを外します。まずこちらのビスを緩めます。外します。抜きます。それからこの部分を引っ張り出して外します。外しましたら内側にあるこのビスを外します。外れました。最後にこちらのビスを外します。外れました。するとこのキャップが外せます。ここにドラムがついてますので、このようにチェーンは外れます。新しいチェーンを入れて再びキャップを閉めてください。この時部材の噛み合わせに注意してください。あとは元に戻していくだけです。この時に生地とこちらの溝がうまく合うように差し込む必要があります。そして元にあった部分に戻していきます。ギュッと押し込んでください。ちょっと入りにくい場合はシャフトがずれている場合がありますので、少しチェーンを動かして操作していただくと戻せます。最後にビスを取り付けます。以上でチェーン交換が終わります。